皆さんはこれまでにがんの診断を受けたことがありますかおそらく皆さんはないと思います。私も今はありません。だそうすると、がんの検診というとどういうことを思い浮かべるでしょうか痛そうでしょうか時間がかかりそうでしょうかお金がかかりそうでしょうか例えば、今のがんの検診について見ていきましょう。このような装置に入って体の断層の面を写真を撮っていきます。そししててお医者さんが診断して なんか悪そうだなと思うと、政権といってですね、組織を切り取って、でそれをさらに病理医という先生が診断して、癌かどうか、癌じゃないかどうかというのを判断します。つまり、ですね、癌かどうかわからない間に、組織を切り取って、あるいは長い時間をかけて検査するわけですね。こういうことがネックになって、今現在、日本人の癌検査の受診率というのがかなり低い状態です。例えば、癌は今、早く見つかればよくなる病気だと言われていますが、 こういうことがネックになってますので、なかなかそれが実現できていないのが現状です。そこで高額の出番です。皆さん、例えば手のひらサイズで血液だけでがんの検診ができるとなるとどうでしょうかぜひ受けてみたいと思いませんか私たちはこれを実現しようと今、いろいろ研究を進めています。その一例を示しますが、血液を取ってきて、それをですね注射器みたいなピペットの中にこう通します。そののピペットの先端には がん細胞だけが取り出されるような工夫されたフィルターが置いてあります。そこを血液が通るとがん細胞が取り出されるそういう仕組みです。がん細胞だけが取り出されますので、えっと、今これはまだ基礎的な実験なんですが、かなりいい確率で取り出されるそうだということが分かってきました。このようにです、ね、光学を使えば今までできていなかったようなことができるようになります。になった患者の 血液の中にはわずかにがん細胞が入っていると言われていますのでそれを取り出したいというそういう仕組みですこのような仕組みを作ったりあるいは開発したり製品として出したりするというところには工学の技術がたくさん含まれていますが主にですねバイオエンジニアリングとかバイオメディカルエンジニアリングという分野でやられていますこのような分野は機械工学であったりマイクロナノ工学あるいは化学生物学医学薬学などいろんな たくさんの分野がこう融合したような分野なのでいろんな知識が必要になってきます。どれかに特化したわけじゃなくていろんな人たちと一緒にやるそういうところが工学の中にも根付いてきていますのでぜひ興味があればそういう分野も調べていただきたいと思います。